プロジェクト213回、計画番号プロジェクト2131、213をベースとしながらも、課題であったエンジンのオーバーヒートを防止するため、冷却系の設計を見直し、後部甲板のベッドを移設し、エンジンアクセスハッチを追加することで緊急時の修理を容易に、このようにエンジンへと迅速に到達することができます。また、前回落水車を出した船室横通路には手すりを追加。増設された水密船室は、転覆時の復元性に寄与しています。前回の落水により、かけがえのないメンバーを失った我々 GHQ 救難捜索隊ではありますが、これらの新装備とともに、任務を続行していく心づもりであります。いや、死んでないからね。あれ？チャンネル登録よろしくね。すべての労働の無人化を GHF の提供でお送りします。はい、今回もやっていきましょう。レイチェルモッド2ブロック1です。 GHF 作モッド3です。たくさん受けたんですか？このボディは防弾プレートとか抜いてあるからね。それに毎回沈んで海底を歩いて戻ってくるのもテンポ悪いでしょ。それもそうですね。洋上より通達、クルーザーボートの船上で火災発生とのこと。現場は、この園内か。目標はトランスポンダを発信しているようですが、どうします？この捜索半径の小ささなら目視で十分でしょう。このまま発信するよ。はい、エンジン始動。ルートはどうします？ここからだと海峡を抜けるのがいいかな。了解、北西に進み島と島の間を抜ける形で南西へ転打。捜索円の中心に到達後、目視で要救助者を捜索します。うむ、これで行こう。正面に灯台を視認。海峡の入り口ですね。オブジェクトがちゃんと航行の目印として使えるのいいね。取り火事。お？なんか浮き上がりましたね。おそらく要救助者の発射したフレアだね。となると、あの島の裏側ですか。そうだね、急ごう。停船。どうしました？水面下に何かある。これは、沈んだ橋ですか？わからん、降りて調べてみよう。あ、なるほど、沈下橋みたいなものか。橋脚が完全に水没してて、道路が水面ギリギリ下にあるんですね。これ船は通行できますか？わからん。船底が当たったようです。パワー上げたら乗り越えられないかな？なんか嫌な音が。あ、景気が不安定になってる。これはまずいな。どういうことです？景気表示用のマイコンが故障して、ランダムな値を返している可能性がある。エンジン停止。再始動を試みる。よかった、かかりましたね。これでバッテリー切れの心配はなくなった。船首をチェックしよう。やはり船首部分がダメージを受けてますね。船底で橋を滑れないかと思ったんだけど、無理があったか。そうと分かれば甲板から船室にアクセスして。防水隔壁開けて、マイコンが損傷してますね。備え付けの陶器で修理しておこう。この場所に勢力記憶の、ちょっと場所が悪くないですか？ね。衝突で致命的なダメージを受けるのは良くない。幸い浸水はなし、エンジン等の機器も大丈夫そうですね。ね。ここの海峡の通過は不可能と判断。引き返して、島を回り込むよ。はい。ちょっとまずいかもしれない。はい。エンジン温度の上昇が止まらない。本来だと24度程度で安定するはずなのに。現場までは多分半分くらい来てますけど、どうします？半分しか来ていないということは、袋まで含めるとあと3倍走らねばならないということだよね。機関温度、80度を突破。いかんだが引き返そう。残金的にこの船を失うと済む。了解、重チャージ。105度を突破。まずいですね、これ。120度で発火ですよ。だがドックは目の前だ。船室ハッチ開けて消火用意、発火前提で突っ込むよ。よ、了解。燃えた。はい、ノルマ達成。ノルマとかないですから。よし、間に合った。
ギリギリでドックへ入港できましたね。冷却系を強化しよう。よし、回収完了。今度こそどうだ。排水止まってません、これ。あれ、ポンプを毛沢東のスモールポンプに交換。今度こそどうだ。バッテリーが充電されずに減ってますね。このままだと鍵が動かなくなってそうなんですよ。え、そう。よし、電圧も温度も安定。今度こそ救助に行ける。これ要救助者まだ生きてますかね。死んだ表示が出てないから大丈夫でしょ。出てからじゃ遅いんですってば。よし、現着。思った通り島の反対側だったね。なんかもう焚き火みたいになってますけど、生存者います？あ、通知出ましたね。要救助者1名と。ストロボが光ってるし、選手前に落水してるあれかな。先に救助しよう。はい。節減して。要救助者引き掴んでー。体力満タンだから治療はいいか。選手の消火栓で消火するよ。そういえば初の活躍ですね。ホース内で、ポンプの電源を入れる。あとはEキーでホースのノズルを開ける。結構な勢いで放水してますけど、それよりも火星が強いですね。ストアの火は当たり判定が独特だからね。まあ、そのうち消えるでしょ。甲板からじゃ届かないから、高所に登って消火しよう。はい。もしかして船の屋根ってこのためにあります？大体そう。あれ？今なんか見えませんでした？人間に見えたね。でも要救助者は全員助けたはずですよね。どっから来たんだこいつ。とりあえず静止確認だけでもしとこうか。はい。放水屋根、移動します。守ることなきしたいですね。とりあえず持ち帰るか。全部で4体の死体を回収。これ何だったんだ？もしかしてですけど、さっきのフレアの時点で要救助者はスポーンしてたわけですよね。うむ。スポーンから発見通知までの間に要救助者が死亡した場合、その人は要救助人数にはカウントされないのでは？かもしれない。死人を助けることは不可能だからね。つまりサクさんがマシントラブルでアタッカしてたのが原因と。まあそういうこともある。次に行かそう。はい。お、消火完了通知が出ましたね。本船に船舶火災の対応能力があることが証明されたね。ものはいいようですね。さて、無事帰還。無事？船体が水上にあり、船長が生きてるから無事でしょ。というわけで、要救助者と要救助者だったものを病院まで運ぼうか。はい。では機体紹介をば。汎用車両、プロジェクト129。短中距離の陸上人員移動をはじめ、各座車両や航空機の地上牽引、果てはシステム開発におけるテストベッド等、多様な役割を期待して開発されました。小型軽量な低重心車体に、水平対向6気筒のモジュラーエンジンを搭載し、高い信頼性と整備性を発揮します。操作は WASD とサイドブレーキのみに簡略化。5速オートマや自動クラッチ、スピードに応じたステアリングの切れ確保性など、簡単かつ快適な運転を実現しています。エンジンフードは大面積を確保。万一エンジンが全損してもトーチ1本で修理できます。高い拡張性を活かして、近年ではミサイルのテストベッドや無人ロケットの地上墓地など、様々なシステム開発の礎となっております。解説ご苦労。車回してきたよ。お疲れ様です。ところでこの死体、船から運び出してましたけど、どうするんですか？せっかくだから病院に持ってこうかと思って、荷台開けてー。死体詰めてー。ダイナミック埋葬。さて行きましょう。はい。うお、おお。わあ。めっちゃ滑るぞ。なんだこれ。こんな滑る車じゃないはずですよね。死体積んだことで変な力が発生してるのかもしれんね。わあ。減速してるのにこんなに滑るの、やっぱりなんかおかしいな。まあ、あんまり飛ばさず行きましょう。はい。そういえば、続きましたね、この動画シリーズ。なんなら1話打ち切りとかの可能性あったからね。多分月1更新で、10話くらいまでは続くんじゃないかな。なるほど。併用救助者お待ち。ミッション終了、2000の報酬。
そしてやっぱり行方不明の要救助者が死んだって出てますね。死亡通知が出ない場合もある、今回の学びだね。せっかくなので死体は病院に置いていこう。死体でもちゃんと持って帰ってきたんだから半額とか出してほしいですよね。ね、シートに座らないから、聖者以上に持ってくるの大変なんだし。はい、お仕事終了。帰りましょう。今回はあんまり儲からなかったですね。ね、4人頭8000ドル消えてるのが痛かった。では次回をお楽しみに。せーの、ご視聴ありがとうございました。